構造化プログラミングによって制御フローのジャングルが整理され、うまく構造化された流れ図。ミルズの構造化プログラミングとは、ソフトウェアの複雑な制御フローを連接、選択、繰り返し及びネスティングの多層化によって整理しながら、プログラミングを行う段階的詳細化法を言う。エドガー・ダイクストラの構造化プログラミングの主張を IBM のハーラン・ミルズが膨演したもので、 構造化定理に基づいて、単純に GoTo 文を使用しない GoTo、レスプログラミングと理解されていることが多い。初期のフローチャート。現代の規格化されたフローチャートと異なり、一見しただけでは、どこからどう読めばよいか把握することが困難である。Planning and Cording of Problems for an Electronic Computing Instrument 1947から。 制御処理が順次プログラムである、連接、選択、繰り返しに限定された現代的なフローチャート。上から下に人間の思考過程に沿った形で、プログラムの処理過程を理解することができる。プログラムの設計手法としてのフローチャートは、歴史的には1947年にハーマン、ゴールドスタイン及び本能イマンによって導入されたものである。フローチャートの導入は、 それまでのほとんど設計を行わず、直接プログラミングを行う、職人芸的手法を改善するものであったが、当時のプログラミング作法を反映して、各制御のエリアの記載方法に統一性がなく、一つの入力に対して二つの出力があったり、必ずしも上から下に読めるように定められておらず、小規模ソフトウェアであれば一人の人間の力で把握することはできるものの、 大規模なものとなれば、その把握は、実質的に不可能なものであった。大規模プログラムの開発に関心を持っていた、オランダのエドガー・ダイクストラは、使用通り正しく動く、大規模ソフトウェア開発の困難さを、この巨大になった時その把握が、人間の能力を超えてしまう、当時の制御処理方法の無秩序さに求め、ソフトウェア開発において、構成要素である、核制御処理は、 抽象化したとき、頭に一つの入り口を持ち、尻尾に一つの出口を持つ、順次プログラムに限定すべきと主張した。そのため、順次プログラムの構成を自動的に破壊してしまう、GoTo 文は害はあると主張し、論争を巻き起こすこととなった。各制御処理を順次プログラムに限定してしまえば、そのソフトウェアの設計におけるフローチャートは、上から下に読めるものとなり、 文章を読むように人間の思考の流れとプログラムの進行の流れとが一致することになる。さらにその構成要素の順次プログラムは経験的に連接、選択、繰り返しの3種類に分けられるとし、その正しさは一人の人間が最初の2つに対しては数え上げ推論、3つ目に対しては数学的機能法を適用することで確認できると主張した。 蒸気道具だてを使用すれば、原理的には大規模ソフトウェアであっても開発することができ、正しさも検証することができる。しかしながら、記憶力という人間の能力の限界によって、これを巨大ソフトウェアの全要素に対して実行することは現実的ではない。これを解決する手段としてダイクストラが提案したのが、抽象であったが、あまり認知されなかった。 IBM のハーラン・ミルズは、上記、ダイクストラの構造化プログラミングの考え方を単純に要約するために、ソフトウェアの問題を制御フローの問題と同一視した上で、試行錯誤のコンピュータプログラミング技術をソフトウェア工学へと変える革命のきっかけとなったのは、ダイクストラの構造化プログラミングの考え方である。構造化プログラミングは、 どんどん複雑化するソフトウェアの問題を取り扱うため、20年間以上も食い止められることなく増殖し続けてきた制御フローのジャングルを整理することに成功した。制御フローのジャングルは、どんなに複雑なソフトウェアでも3つの基本的な構造、順次、選択と反復で設計でき、しかもその構造は何重にもネストできるという驚くべき主張で置き換えられた。HD メル s R.C. リンガー、AR, ヘブナー、ボックス構造化情報システム B1、ソフトウェアエンジニアリング論文集 80S、トム・デ・マルコ、ティモシー・リスター、昇栄社、2006年、ピアニッシモ、187から219。収録とダイクストラの構造化プログラミングを解釈し、さらに、ミルズ独自の要素も加えた、ソフトウェア開発技法を提唱した。 このミルズが中心となって、ようやく発展させたソフトウェア開発技法をミルズの構造化プログラミングと呼ぶ。ダイクストラは従来のフローチャートの進行方向を単線化するため、プログラムは順次プログラムでなくてはならず、さらにその順次プログラムはフローチャートの制御の規律を固守するため、連接、選択、繰り返しの3種類の単位に限定し、 GoTo 文は使用しないようにすべきであるとした。なお、ニクラウスビルとはこれらを構造化分と呼んだ、中小の1例ータとえ3つの構造化分に限定したとしても、非常に多数の構造化分からなるプログラムに対しては、その規模が人間の能力を超えてしまうものであれば、人間がその挙動の正しさを証明することは困難である。 ダイクストラが知性の道具立てとして提示した抽象はこれを解決するものであり、プログラムを構成する部分のまとまりに対して変数名を付けるように名前を付けることで正しさを証明すべき箇所を分割する。例えば、サズのような多数の連接文を含むホワイル文の証明は知性の道具立ての一つである抽象。 すなわちフローチャートのネストをすることでの二つの証明に分離して実行することができるようになる。ダイクストラのフローチャートに関する提案は有効に思われたが数学的根拠に乏しかった。代わりにミルズラは次の構造化定理を導入することで一般的分岐を与える命令の除去の正当化を行った。証明にあたって肝心な部分は プログラムの制御フローのすべてを単一のグローバルなホワイルループに置き換え、プログラム全体を常に操作できるようにするところにある。さらに、行番号やラベルに代わって、プログラムカウンターと呼ばれる呼び出し位置を指定する変数を付け加えることで、GoTo 文と同等の機能を Y リードと IfSanels で提供することができる。変換前、GoTo 文、プログラムメイン。ラベル10。 20, 30, 40, ビギン、i 10, ライトルンゴートゥー30、20, ライトルンゴートゥー40、30, ライトルンゴートゥー20、40、end このプログラムを変換すると以下のようにゴートゥもんなしに書くことができる。変換後、プログラムメイン、バリエーションピークウンター、インティジャー、プログラムカウンター、ビギン、ピークウンター、イコール10 ホワイルピークンターで do.begin.if p クンターイコール10全ビギンライトルン、p クンター、イコール30エンド。if p クンターイコール20全ビギンライトルン、right、run, p クンター、イコール40エンド。if p クンターイコール30全ビギンライトルン、right、run, p クンター、イコール20エンド。if p クンターイコール40全 p クンター、イコールマイナス1。プログラムカウンターにマイナス1が代入されたら、 ワイリードから脱出する。エンド、エンド、ありがとうございます。